兄ちゃんに声をかけたんですか、お兄ちゃんと。あ、双子ですか、うん、まあ、双子はもう割とやっぱ18年一つ屋根の下でずっと暮らしてたので、双子とやらないって選択肢がなかったです。逆になんか自分の中で一人でやるか双子でやるかってよりかはもう双子でやるもんだって思ってたんで、そのあんまりその一人でやる考えがそもそもなかったです。仲いいですよね。仲はいいと思いますね。とってもあのリアルに仲いいと思います。ただ本当に結構引くぐらい喧嘩したりもするので、あの大概にしろって感じた人もいると思うんですけど、はい、どっちが強いんですか。いや、お互いにどっちも自分って言うと思うんですけど。ヨースタープレゼンツクリエイティブトレイン、クリエイティブトレインへようこそ。ナビゲーターの砂狼しろこ。毎回注目のクリエイターを紹介するクリエイティブトレイン。みんながどんなことをインストールしているのか、いろいろな角度からインタビューをしていくね。今回のゲストはこの人。まずは自己紹介からよろしく。福祉実験ユニットの代表、松田孝也です。出身地は？あ、岩手県出身です。岩手県の金ヶ崎町っていうですね、人口1万5000人の町出身です。海も沿岸に行けばありますし、山もあるし川もあるしっていうところで、本当田園風景に囲まれた中に家が住宅街があるっていうような、本当にそういう場所でしたね、はい。好きな鉄道路線は？東横線がすごい好きです。やっぱり私祐天寺に住んでたので、もともとその時にやっぱり祐天寺あって、学芸大学あって、自由が丘あって、菊名とかがあってみたいな、やっぱりあのエリアがすごい好きで、住んでました。なんかいろんな思い出があるんでしょうね、きっと。そうですね、学芸大学とか特に、好きで、もう純粋に、飲み行ったりとかしてましたね。タイムマシンがもしあったら、過去と未来、どっちに行きたい？圧倒的に過去の方がいいですかね、自分的には。なんでしょうね、僕やっぱりそのバブル時代の話とかをいろんな経営者の人とかから聞いて、あ、そんな時代がまずあったんだって、あの時代ってすごい面白かったんじゃないかなっていうのもすごい思ってて、やっぱりなんか今の時代ってなんだろう、ダイバーシティとかインクルージョンとか SDGs とかっていう、まあすごく分かりやすい、これが正解ですみたいなのができたことによって、なんだろう、考え方が多様化してるというよりかは、逆に考え方がすごくその、なんでしょうね、これが正解って一つ決められたところがあるのかなっていうのを思って、いろんな意見をすごく言いづらくなってるところもすごいあるなって思うんですけど、ならばバブルの時とかって、それもやっぱり正解として資本主義経済っていう非常に分かりやすい正解があって、そこに向かっていろんな人たちがわーわーやってたっていう、なんかその時代はどんな方、今はやっぱりダイバーシティとかインクルージョンとか SDGs っていうものが社会を牽引する流れってすごいあると思うんですけど、当時はやっぱ資本主義っていうものが社会を牽引してたっていう、その時代のがどういう雰囲気だったのかっていうのは、すごい見てみたいなって思うんですね。気になる答えがたくさんあった。もっと話を聞かせてくれる？クリエイティブトレイン、チャンネル登録よろしく。家族構成は5人家族で、もう男3兄弟です。で、双子のさらに4歳上の兄貴が重度の知的障害を伴う自閉症があって、まあ、なので本当にその3人兄弟で生きてきました、はい。一番下っていうことなんですね。一応私が、まあ、でも双子なんですけど3分違いなので、何ですか、あんまり母親も双子の片割れのことをお兄ちゃんなんだからとかってことは一言も聞いたことないんで、そのあんまり自分も双子のことを兄貴だって一回も思ったことないです。はい、そこはフラットって感じでした、本当に、はい。
応その3分違いっていうことだったんですか？そうなんですよ、3分違いの。一応弟でも代表やってて、まあ、それもまあ一応自分がヘラルボニーって会社始めようよって言ったから、あの一応自分が代表っていうだけの違いって感じですね、その言い出しっぺの。もともとやっぱりうちの兄貴が知的障害があって、それで自分もやっぱり母親がすごい福祉ってものに積極的な人間だったので、まあ毎週土日になると小学校時代とかは本当に福祉施設や知的障害のある人たちの集まりみたいなのに参加するのが日々の日常で、その中でやっぱりその可愛がってくださる大人の方も福祉関係者ばっかりだったので、あのあなたたち双子は将来なんか特別支援学校の先生になったらいいんじゃないのとかってすごい言われて、僕らもなんかまんざらじゃなくって、あなんか将来福祉の仕事やりたいなっていうのはもともとずっとまあ思っててですね、社会人2年目のタイミングで知的障害のある人たちが描くアートっていうものを母親を介して知ることになって、それで本当になんか面白いなって強い衝撃を受けて、それでこの領域っていうところをすでにやっぱりかっこいい作品なので、そのすでにかっこいい作品をかっこいい状態で社会に出していくことさえできればちゃんと潮流に乗っていくっていうことができる可能性あるんだろうなっていうのをすごく強く感じて起業しましたね。二十歳の頃たまたま発見しまして、あのうちの兄貴が小学校時代いろんな自由帳に書いてた謎の言葉を会社名にしてて、まあ、右の下にヘラルボニーヘラルボニーって2つ並んでるんですけど、まあ、ヘラルボニーってどういう意味って兄貴に聞いても分かんないって言うんですけど、でもやっぱり世の中には存在してない名前だけれども兄貴にとってはやっぱり当時何冊も書いてる意味のある言葉だったと思うんで、そういう重度の知的障害がある人たちが心ではすごい面白いと思ってるけど、まだまだ可視化できてないものって多々あると思ってるので、そういったものを言語化できて可視化して社会に発露できる会社になりたいなと思って、ヘラルボニーっていう社名にしました。あのヘラルボニーはですね、あの日本全国の福祉施設でアート活動されている作家さんと、現在153名の主に知的障害のある作家さんとライセンスのご契約を結んでいて、そのアートデータっていうものを2000点以上著作権として保有させていただいていて、そのデータを軸に自社でなんかこういう T シャツだったりジャケットだったり靴だったりいろんなアパレルブランドを展開してたりだとか、街づくりっていうような形で建設現場の仮囲いに使用していただいてたりだとか、まあ、様々な形でアートデータっていうものを軸に展開する会社です。やっぱり自分はすごいいけるだろうなって思ったのは、作家ももちろんなんですけど、これは知的に障害があるから描けてるんだって強く言い切れるっていうことを腹落ちしたからいけるなって思ったのがあって、例えばうちの兄貴だったら日曜日の18時には絶対この番組見なきゃいけませんとか、日曜日は絶対にビデオ借りた後はアイスクリーム食べなきゃいけませんとか、まあもう結構この時間はこれ、この日はこの服とかかなり決まってたりするんですよね。それってやっぱり特別支援教育って非常に重要なことで、ルーティーンをいかに作るかってすごい重要なんですけど、そのルーティーンっていうものが生活だけじゃなくって画面上のアートにも現れてくるんで、ひたすらボールペンでひたすら黒丸を塗っちゃうとか、ピッ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 ってマッキーの太字の部分で描いちゃうとか、桜クレパスで横のストロークで描いちゃうとか、なんか一人一人全然違うストロークで繰り返すんで、それが柄になっていくんだなっていうことをなんかすごく頭で理解した時に、あこれは知的に障害があるから描けるってあえて言い切って、知的障害自体のイメージを変える可能性がすごくあるっていうことをすごく感じて、あえてセグメント性を強められるなっていうことを感じて始めました。本当に私たちは割とお互い経営者でもあるけど一卵性の双子でもあって、
まあ、友人関係でもあるっていう感覚なので、結構その電話とかでも最初系の話でこれこれどうするどうするみたいな話になったのが最終的に家族の話になったりとか友人関係の話になったりとかで、まあそこを行き来しながら話すことができるので結構自分にとっては面白いですね。単純にもちろんなんか意見が割れるっていうこともありますけど、僕は一人で意思決定することの方が怖いなって思います。やっぱりある種フミトも自分というフィルターを通じて意思決定できるし、僕もフミトというフィルターを通じて意思決定できるしっていう、まあお互いにやっぱりお互いがちゃんと賛成したっていうところを軸に重要な決定ができるっていうところは非常に強さだなっていうのは思いますね。クリエイティブトレイン、楽しんでくれたかな。次回はいよいよインストールを聞いてみようと思ってる。来週も見逃さないで。この番組はヨースターの提供でお送りしました。この番組が面白いと思った人は、ぜひ高評価とチャンネル登録を、そして公式ツイッターのフォローもよろしく。